皆さんこんばんは、バーテンダー菰田です。 YouTube 初投稿よろしくお願いします。簡単に自己紹介させていただきます。香川県高松市でバー&フレアレコメンドというバーを経営しています。バーに関することを発信してバーの魅力を伝えていけたらなと思っております。記念すべき第1回はうちのお店で人気の美女と野獣というオリジナルカクテルをお作りします。美女と野獣に出てくるガラスに入った魔法のバラ、ご存知でしょうか。こちらをモチーフにした食用のバラを使ったバラの味のカクテルです。はい、では作っていきましょう。まずはバラに見立てた曲がったグラス、こちらを肘に乗せて OK、 ナイスバランス。はい、続きましてローズマリーを巻いていきます。巻きやすいように、はい、枝を折って、はい、ローズマリーをグラスに巻いていきます。なぜローズマリー巻くかというとですね、こちらあのバラのトゲを表現しております。香りもいいです。はい、続きましてレモン、こちらをですね、レモン剥いてレモンの皮で飾り付けを作っていきます。はい、レモン、全然見えないですね、カメラの位置がすいません。はい、でレモン剥いて、これ薄皮ですね、薄皮の方も綺麗に取ってやります。はい、そしてカッティングですね、包丁でカットしてつけていきます。ちょうど美女と野獣のベルのドレスも黄色でしたね。はい、飾り付け完成です。ちょっと見やすいよね、カメラの位置を、見えない。はい、続きましてベルローズです。食用のバラですね。こちらをまず一つレモンの皮に挟んで飾り付けです。そしてもう一つの方を散らしていきますね。美女と野獣に出てくる魔法のバラが一枚ずつ枯れ落ちていくんですが、全て枯れ落ちるまでに真実の愛を見つけないと人間に戻れない、王子様に戻れないというストーリーですね。はい、それを表現しております。なんか好き嫌い好き嫌いみたいな感じで懐かしい感じがしますね。はい、続きましてこちらシェーカー、シェーカーの中にこの食用のバラ残りを少し入れます。そしてここで液体窒素ですね、リキッドニトロジェン投入です。はい、そして十分に凍らせて、凍ったところでこのペストルで粉々に粉末状にしていきます。はい、そうです、バラをバラバラにというやつですね。さあ OK。 さあ続きましてこちら自家製のローズジンです。バラを漬け込んだ、バラをインフュージョンしたジンですね。バラのジンを入れていきます。続きまして、クランベリージュースですね。ちょっとまだ液体窒素残ってるんで先にジュース入れちゃいます。普通はお酒から入れていくんですけどね。はい、次はローズシロップです。そしてワイルドアフリカ、ヒョウ柄のボトルで野獣を表現しております。野獣表現。そして最後に生クリーム、これを少しスティアして味見の方チェックしていきたいと思います。味見は OK、 よし、グーは見えなかったですが OK です。はい、でシェイク入る前にですね、こちら綺麗に霜を拭き取ってやって、じゃないとシェイクしてるとちょっと手が凍っちゃうんで、はい、では氷を入れていきたいと思います。氷を入れて OK。 さあシェイクです。ナイスシェイク、自分で言うか OK。 では注いでいきます。はい、これでですね、曲がったグラスでバラを表現しています。バラ風味のクリーミーなカクテル完成です。このままでも可愛いんですけどね。はい、ここにガラスドームをかぶせて美女と野獣ですね。そしてまだまだありますが、最後中にこのバラの煙ですね、ちょっと自家製なんですけど、このバラの煙を投入して
開けるとバラの香りがするという演出です。どうですか、素敵じゃないですか。はい、バラの煙を入れて完成です。通常営業では美女と野獣の曲をかけながらご提供しております。 YouTube では NG ですが、はい、バラの香りを楽しんでいただいて、こちら動画で収めていただいて、はい、煙がなくなるともう一度かぶせて写真を撮っていただいたりもしております。美女と野獣完成です。お待たせしました。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。初めての投稿だったんでちょっと緊張しました。でもこれからもっと良くしていくのでよろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。